三菱 EK 三菱 EK クロス EK クロスは三菱自動車工業が製造販売するクロスオーバー SUV 系トールワゴンである本記事ではスーパーハイトワゴン仕様の派生車種である EK クロススペースも合わせと述べる四代目 EK ワゴンと同時に市場に投入された SUV テイストのクロスオーバーモデルである仙台 EK ワゴンのスポーティ版である EK カスタムに代わり、三菱自動車の強みである SUV 的要素を取り入れた軽自動車として開発された。開発にあたり、三菱自動車と日産自動車の合弁会社 NMKV がマネジメントを行い、三菱自動車が生産する点は仙台 EK ワゴンと同様だが、三菱自動車主導で開発された仙台と異なり、商品企画、 車両開発を日産自動車主導で行うなど新たな開発・生産プロセスにより誕生した。プラットフォームエンジン CVT といった主要コンポーネントは新開発され三菱自動車としては初採用となる高速道路同一車線運転支援技術を導入するなど同社の軽自動車作りのノウハウと日産自動車の先進技術を融合させたモデルとなっている。 4代目 EK ワゴンは先代に引き続き、日産自動車が販売するデーズが姉妹車として存在するが、EK クロスは三菱自動車の仙台車種となっている。デザインコンセプトはザキュートビースト。EK ワゴンをベースに存在感のある SUV テイストを表現した。フロントフェースは三菱自動車のフロントデザインコンセプトであるダイナミックシールドを採用。 LED ポジションランプは視認性の良いボンネットフード下に、また、縦型デザインの3灯式 LED ヘッドライトは、上2段が、ロービーム、その下にハイビームを配置した。サイドビューは、仙台 EK ワゴン、EK カスタムに対し 65mm 延長されたホイールベースを活かしたシルエットと、彫刻的なキャラクターラインにより力強さを表現。また、 ベースとなった EK ワゴンに対して、サイドシルバーニッシュとホイールアーチをブラック色としたほか、メーカーオプションでルーフレールを設定する等、SUV らしさを強調したデザインとした。リアはルーフスポイラーやシルバー色のテールゲートガーニッシュが専用品。G と T はリアバンパーにもシルバーのアクセントを施した。ドアミラーサイドターンランプやフロントフォグランプ、 15インチタイヤアルミホイールなど EK ワゴンには未設定の装備を採用している。インテリアではブラックを基調にブルーを差し色とした内装色とし、シートには凹凸感のある生地にハニカム調をエンボス加工を施したデザインを採用した。またプレミアムインテリアパッケージをメーカーオプションとして設定。ストライプパターンの生地と単色の合成比較を組み合わせた。 カラーコンビネーションを採用した。パッケージング面では、仙台 EK ワゴン EK カスタム比で 65mm 延長したホイールベースにより、後席のニールームを 70mm 拡大。後席の足元は、出っ張りのないフラットなデザインとし、乗降性が向上したほか、荷物を安定しておくことも可能。また、リアシートは、テールゲート側からもスライド操作ができるようにしたほか、 運転席はシートバックの角度を最適化し体の胸郭部分と骨盤部分を積極的にサポートするスパイナルサポートを採用したことで長距離走行でも疲れにくいシートとした。エンジンは日産の親会社であるルノーが新興国向け A セグメントクラスの小型車専用に開発した BR08K をもとにスケールダウンした。 新開発の b r レロック型を搭載。仙台 EK ワゴン EK カスタムが搭載した3バイト20型に対し低フリクション化、高圧縮比化を実現。トランスミッションもエンジンと同様に新開発。高効率をイルポンプと低フリクションベルトを採用しワイドレシオ化された新型 CVT を搭載した。また、モーターがエンジンをアシストする マイルドハイブリッドシステムを全車に採用した。加速時は専用のリチウムイオンバッテリーに蓄えた電力を利用し、モーターが駆動力をアシスト、減速時には回生ブレーキで生じた電気エネルギーをリチウムイオンバッテリーに効率的に充電するほか、車速が約時速 13km 以下になるとエンジンを停止させるオートストップゴー、AS&G を採用した。 エンジン単体のスペックでは、仙台 EK ワゴン、EK カスタムに対し、自然吸気仕様は最高出力が 2kW、最大トルクが1から 4NM 向上。また、ターボチャージャー仕様は、最大トルクが 2NM 向上。さらに、両エンジンともに、モーターとして、SM21 型を組み合わせることで、加速性能、燃費性能、静粛性の向上を図った。 プラットフォームも新開発都市 2WD 車のリアサスペンションはトーションビーム式に変更。駆動方式は全車 2WD とビクーの 4WD を設定。また、滑りやすい路面での発進、加速を支援するグリップコントロールを全車に標準装備とした。雪道やぬかるんだ路面で片側の駆動輪が空転した際、スリップした駆動輪にはブレーキ制御。 グリップしている、駆動輪にはより大きな駆動力を与えることで、走破性を高める機能である。予防安全技術、E アシストを全車に、標準装備。衝突被害軽減ブレーキシステム、FCM、踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱警報システム、LDW、オートマチックハイビーム、アホビーに加え、車線逸脱防止支援機能、LDP を新採用。 車線を外れそうになった際、車線内に戻す方向に制御力を短時間発生させて、車両を車線内に戻す操作をアシストする機能である。また、SRS サイドやバック、SRS カーテンやバックを全車に標準装備としたほか、ベルトに一定以上の力が加わると胸部にかかる負担を緩和するホースリミッター付きのシートベルトを全席だけではなく、 後席にも採用するなど、パッシブセーフティ機能の向上を図った。高速道路同一車線運転支援技術、ミパイロットを三菱自動車として初採用した。前方を走行する車両との距離をキープする、アダプティブクルーズコントロール、ACC と道路の白線を検知し、車線中央の走行をアシストする、車線維持支援機能、ルカにより構成されており、車両側でアクセル、 ブレーキ、ステアリング操作を支援することで、ドライバーのストレスや疲労を軽減する機能である。ミパイロットは、電動パーキングブレーキ、ステアリングスイッチとともに、先進快適パッケージとして、M を除き、メーカーオプション設定とした。また、仙台 EK ワゴン、EK カスタムから、継続設定となる、マルチアラウンドモニターには、車両周囲の歩行者や自転車を検知して、 モニターへの表示と警報で注意を促す移動物検知機能を追加。さらに、車両後方に搭載したカメラの映像を映し出すデジタルルームミラーを軽自動車では初採用。両装備とも先進安全パッケージとして M を除きメーカーオプション設定とした。EK クロススペースは EK クロス同様に SUV テイストのクロスオーバーのデザインとしつつ、 EK スペースの機能を合わせ持った EK クロスのスーパーハイトワゴンモデルである。2019年10月23日に第46回東京モーターショー2019にて参考出品者として世界初披露された新型系コンセプトカースーパーハイト系 WGN コンセプトがベースとなっており2020年1月10日に東京オートサロン2020へ 参考出品したタイミングで車名を EK クロススペースとすることが発表されて EK クロスの派生モデルの位置づけとなり同年2月6日に2代目、フルモデルチェンジされた EK スペースとともに公式発表された外観は EK クロス同様フロントフェースにはダイナミックシールドが採用されているが D ピラー割リ上げ上部に切れ上がるジェットフィンピラーとすることで ガラスエリアを薄いイメージとし、前後バンパー下部にはシルバーのスキットプレート形状部を設けている。内装は EK クロス同様ブラック基調となるものの、シート生地はヒルティングパターンを採用。メーカーオプション設定のプレミアムインテリアパッケージでは合成比較とファブリックのコンビシートとなり、ブラウン基調にオレンジのアクセントカラーが配され、EK クロスと差別化されている。 前後、EK クロスに比べて 140mm 高くした他、リアシートは EK クロスよりもスライド量が多くなっており、前席を一番後ろに下げた状態でも、後席で余裕を持って座れるほどの足元空間が確保されている。また、メーカーオプションで前後席間のウォークスルーを可能にする、前席セパレートシートが設定される。鉱石ドアはスライド式となり、 開口幅を広く取るとともに、ハンズフリーオートスライドドアが採用されており、両手が塞がっている場合でも、キックセンサーでドアの開閉が可能である。ラゲッジルームは、鉱石シートのスライドを最前端の状態にすることで、48リットルのスーツケース4個が、積載可能な積載量を持つ。ミパイロットはミリ波レーダーの導入により、追い越しの際にウインカーを出すと設定速度内で、 加速して、スムーズな追い越しのアシストを行うほか、ワイパー作動時の機能向上や、エンジンオフ時でも前回設定した車間を保持するなどした改良型となった。予防安全技術、E アシストは、EK クロスにも装備されている、FCW、踏み間違い衝突防止アシスト、LDW、アホビー、LDP に加え、前方衝突予測警報、PFCW、 フラつき警報、ダー、標識検知、チームソニックレーシング、先行者発信通知、LCDN の4点を追加。荷台前を走る車両の状況から減速が必要と判断された場合、ドライバーのハンドル操作から注意力が低下していると判断された場合、車両進入禁止標識、最高速度標識、一時停止標識を検知した場合、 信号待ちなどで停車中に先行者が発信した後も、自社が停車し続けた場合に、インフォメーション表示と警報ブザーで、ドライバーに注意喚起し、ブレーキの踏み遅れによる、追突事故の回避のアシストドライバーへの休憩の促し、標識の見逃しの予防、先行者の発信通知を行うことが可能となった。ヘッドライトは、EK クロス同様にアダプティブ LED ヘッドライト、 ある葉を一部グレードにメーカーオプションに設定されたほか、付け忘れ防止のため、スイッチからオフポジションが配され、周囲の明るさに合わせて自動で点灯、消灯するオートライトコントロールが常時作動するように設計された。エアバッグは運転席 SRS2 エアバッグが追加されて7つに強化されている。走行性能では日本国内の三菱車で初となる。 ヒルディセントコントロールを搭載。急な下り坂や滑りやすい路面を下る際に、電子制御を行うことで停車速に抑えて走行することが可能で、制御中の速度調整範囲を約4時速 20km と広く設定された。シリーズ名の EK は、エクセレント系カーの頭文字であると同時に EK の語呂合わせ。また、X は SUV らしい力強さを、 イ答アゴンに掛け合わせたことから命名している。ありがとうございます。